マジシャンの小林洋介です。小林俊明です。K2 コンビの意外にいい話。はい、では改めましてマジシャンの小林洋介です。小林です。よろしくお願いします。はい、意外にいい話、ね、スタート。スタートです。はい、ですけども、特に、はい、なんでしょうね、ノープランで。本当はノープランですね。ノープランで、はい、進んでいく。何を喋るかわからないんですけどもね。はい、まあその方が小林俊明の本領発揮できると思ってる、ね。もうね、流れでね。はい。何を言うかちょっと逆にわかんないですけど。はい。はい、ですので、はい、まあ初回なので。はい。何でしょう、普通だったら自己紹介とかって言いたいところなんですが、うん、それめんどくさいので、うん、とりあえずほっといて、はい、ほっといてというか後回しにして、はい、要はコバちゃんに質問をしていこうと、なるほど、思うんですけど、はい、答えれる範囲でね、はい、頑張っていきたいと思うんですけども、はい、まあ比較的最近今日東京の方に、はい、そうなんです、移動して、まあ昔も東京にいたんで、そう、いたんだよね、うん、コバちゃん自身は何でしょう、その不具合がある。っていうことはそんな多くはないと思うんだけども、はい、まあ大阪もいて、東京もいて、そのマジシャンとしてやっていくとき、またはマジックバーとかそういうところ出てるけど、うん、それのこっちと東京と関東と関西と何か差って感じるときがあります。これね、よく言われる質問なんですけどね、うん、これというのはそんなにないよね。うん、そうなんだよね。まあ一つは。うん、僕が合わせてるっていうのが、あ、まあね。うん。あるんですけど、両方ね、対応できるのにあるんですけど、うん、まあこれと言って、そんなにはないんですよね。受けネタも大体もう、ほぼ、決まってるしっていう。うん、ただまあ関西の場合は、面白くないと、そうね。あかんとか、うんうん、からの、とか、ね、こう、オチをつけなさいみたいな、とこはなんかあるかなと、思うんですよね。うん。うん、そうね。要はお客さんからのその要求レベルは、なんでしょうね、関東よりかは、高いって言うんじゃないな。なんて言えばいいんだろう。うん、こう、具体的というか、明示されてくる可能性があるからね。そう。なっていうのは。もう、なんていうのかな。わかりやすく言うと、東京以上に関西のお客さんの方が、参加したいんだと思うんだよね。わかりやすく言うと、うん、俺もではないけど、うん、東京って俺結構、普通になんていうの、マジックやるじゃない。やると、うんうん、ああ、すごいですね。そうなって、こうなって。わあ、面白いですね。ってなるでしょ、うん、関西でパッと、ちょ、貸して貸して、俺混ぜさせて。とか、うん、俺これできんねん。とか、うん、あ、それ知ってる。わかった。とか、テレビで見た。とか、なんかこう、間に入りたがるっていう。わかりやすく言うと、目立ちたがりっていうのかな、うん。うん。俺でもできんねんっていうのは、なんか関西の人は多いような、うん、気がする。わかんない。まだ、全然感覚なんでわかんないですけど、うん、そう。逆に比較的だから東京の人は結構ゆっくり見てくれてわーすごいっていうのはまあ普通にあるんだけど、関西はもう突っ込んでそれに対してどう返せるかをそうね、力量で俺より上か下かを見るそうね、ボケと突っ込みわかります、うん、わかるわかるわかりますこれね、そう、少なからずやってきたから、そうだから、まあ洋介もわかるね、こうやってきたことあるからその感覚多分わかると思うんですけど、そうだね、そうね、だから逆に関西でやってきたからその返しとかがまあ上手くなったというか、その現場でやってきたからまあ上手いこと今は喋れてるのかなとやっぱ思うよね、うん。うん。まあお客さんの違いっていうのはかなり明確にあるとは思うし、そこのなんだろうね、自己主張の強さとか、うん、あの頻度というのはあると思うんだよね。そうだと思うんだよ。だから本当に自分が主役っていうか、まあ、うん、なんていうね、かあるよね。まあね。うん。じゃあ、お客さんの側じゃなくて、まあ、マジシャンとして入って、うん、お店側の違い、東京のお店、うん、なんだ、大阪のお店とかで、なんかこう、違いって。これ、どういう風に説明したらいいのかな、これ。まあ、わかりやすく言うと、うん、関西は、緩いと思う。うん、そう、東京は、なんていうか、ビジネスラインっていうのかな、なんか、わかりやすく言うと、うん、大阪は逆に、なーなーの文化。なーなーって、これ、わかる、なんかこう、まあ、いい加減っていうことだけど、例えば、
今日、陽介氏にマジック頼みましたと。うん、そんなええギャラも払ってへんから、もう適当でええで。っていうのは関西。あ、東京は、お金払ったんだからやってよ。なんで失敗したの今日。っていうのが東京。わ、うん、かりやすく言うと、なんて、美味しいワインを出してくれたらお金はいくらでも出すよっていうのが東京。関西はまずくてもいいから、適当なワイン出してっていうのが関西。わかりやすく言うとこれが、だからその代わり、東京では仕事きちんとしないと、スタッフもそうだし、うん、お客さんもそうだしっていう、なんか、わかりやすくちゃんとやってよとか、何が面白いのって、っていうか仕事なんだからちゃんとやってっていうのが東京。関西はもうそんなええギャラも払ってへんし、まあとりあえずマジックちょこっとやって笑かして、笑かしたらええわ、そんな一杯飲んでいきや、最後に。っていうのが関西。はあ、なるほどね。でもビジネスとかにするんだったら、東京の方が逆にお金は払うけど言いたいことピシッと言えるからっていうのは、だから逆に厳しいっていう意味では、東京の方が厳しいけど、仕事っていう意味では、東京の方がビジネスラインというか、サクサクっとしてるから、お金はもらうけどこんなことやって、極端に言うと、それをやってれば収入はあるっていうことね。機械的に物事進んでいく。そうそうそう。関西はもう、情とかなくなったり、もう愛想なくなったら、あいつ何してんねやろな、最近冷たいやつやで、ってみたいな、がなってっていう。そこでだから、ちっちゃなマスターを立てるではないけど、マスターって寄ってくる人に、ああ、そや、今度、なんかやってくれへんって、前うちおったマジシャン、こうやねん、みたいなんで、すぐなる。はい。うん。で、またそれが次の人に交代すると、あいつな最初可愛がっとってんよ、最近こうへんねん、冷たいやつやで、何してるかも分からへんわ、そうや、今枠湧いたから入れへんかっていう、どんどん変わるのは、うん。なるほどね。関西。それはそうね。まあ、ただ僕の感覚やから、は、うん、いや、なんとも言えないですよね。うん。継続的に大阪というか関西のところに、ね、僕は入ったことがないからさ、うん、そこまではわかんない。そのスタイルの違いとして、うん、大阪の方だと、要はほら、こっちでやりますんで、って言って、こう、カウンターじゃないところでやるとかっていうのが、まあ、いくつか、あってというか、うん、まあ、ね、別個に、結構がっつり部屋があったりとかっていう、またこっちのテーブルでっていうのがあったりするから、うん、なんだろうね、バーカウンターでやるよりもそれをやって、ある意味小形式でやる人が慣れてるかなっていうふうに思うことはあったけど、うん、そのスタイルの違いとして、その、うん、なんでしょう。お店の雇い主側のこととかってのは全くもって僕は感じたことはなかったので、うん、そういうところが、そうすると、どうなのね。関西の人がこっち来ると、その辺のビジネスライクなところに面食らうことはあるのかな、うん、もしかすると。いや、まあ、難しいね。そこに関してはね、もういろんなオーナーの意見もあるやろうし、まあね、うん、一言では多分ね、言われへんと思うけど。まあ、関東のマジシャンが関西行くと、どう考えてもそのお客さんの、うん、なんでしょう、自己主張の強さに面食らうことはあると思う、ね。ああ、なるほどね。逆にね。うん。うん、どうなんですかね、その辺に関してはもう、まあスタイルがあるからね。うん。うん、ケースバイケース。ケースバイケースやから、うん、と思うんだけど、ただ、思う感覚では、なんていうのかな。要は移動しないと、自分の力が発揮できないというか、その、なんていうのかな。僕の感覚は、カウンターだろうが、テーブルだろうが、普通の座敷だろうが、うん、同じクオリティでパフォーマンスをできるという、自信があるわけ、うん。だから逆に移動しなくたって、その30センチの隙間さえあれば俺はできるよっていう自信があるから、お客さんを移動するのはどうなのかなっては思うけど、そのお店のスタイルとして移動させてショーを見せるっていうパターンが、まあよくわかんないんだけど、まあでもなんか多いなとは思うよねっていう。だったら逆にそのショー形式で移動するんだったら、小チャージを別に取ってやるとか、要はカウンターに座ってる人にはお金取らないんだけど、移動したら、移動した分の、で移動して、マジックその見る、うん、なんていうの、シアター、うん、まあ、スペースに入るんだったら、その分、なんていうの、ギャラを、チャージを取ってもいいのかなと思うんだけど、お客さんを移動させてまで、カウンターの人と、ね、移動させた人と同じっていうの、で飲み放題って言ったら、なんか、ね、移動した方が得なのかなとも思うし、でも移動するのめんどくさいしっていうのが結構あったりするよね。意外に見えないところでの差が、東京、大阪にも、まあ、あるということで。うん、そう。
この音声聞いて、まあ、どちらの側に近い方なのか、まあ、マジシャンとしての活動してて、ね、例えば大阪に近いのか、東京に近いのか、で、または、まあ、各地各地でもちろんいろんなスタイルがあるとは思うんだけども、そこの、まあ、お店のスタイル、うん、うん、マスターのスタイルと、あとはお客さんの県民性みたいなものでね、そこはかなり違う、うん、違ってくる可能性が大きいっていうのを知ってるだけでも、まあ、どっか行った時に、うん、なんだろうね、いつも通りの無茶をしないで済むかなとは思う。逆に、多分東京で逆にお客さんを移動させて、見せるスタイルがあったとしたら、うん、まあ、お客さんは多分めんどくさいなって思うよね。うん。っていう。うん。そう。で、移動したら移動した分だけアンコールの一ネタ見れるのかとか、多分感覚はなると思う。うん。特別感がない、ないとなんか、みたいなのは思う。うん。移動したんだからよっぽどすごいことやってくれるんだよねっていうのは東京の感覚だと思う。うん。そう。だから、まあその辺のことも考えて、お店やってる人も、まあその辺のことを考えてってとこはあると思うんだけど、まあマジシャンとしても、そのお客さんがね、スタイルとして動いてくれたら、まあ、なんでしょうね。多少は、気合い入れて、うん、要は、普通に、レストランテーブル回ってるのと同じだと、ちょっと、うん、まあ、パワー不足になる可能性は、あるのかなと思うね。そう。はい、結構貴重な、事柄だと思います。まあ、経験したことない人には本当に分かんないことだと思うんで。うん。はい。まあ、感覚ですけどね。まあ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 、うん、はい。ということで、まあ、第1回は、とりあえず、大阪、はい、東京の違い、違い小林俊明が感じるところということで。はい。っていうところかな。はい。まあ、あの、役に立つだと、役に立つ内容だったと思いますので。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、これにて、ちょっと、意外にいい話。意外にいい話。はい。終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。